とは、一九五十六年から一九七十一年に収益していた海上自衛隊の護衛艦である。その前身は日本海軍の松ヶ田駆逐艦、リであり、数奇な艦歴で知られる。同型艦はなく、ネームシップの若葉のみである。駆逐艦、リは立花型の十番艦として、川崎重工業神戸艦船工場で、一九百四十四年九月一日に。 同年12月8日、駆逐艦や解剖艦、死賀等に艦名が与えられる。同日付で各艦は松型駆逐艦に類別。日本海軍は松型、立花を区別しておらず、艦艇類別等級上は全席松型駆逐艦である。日本海軍の艦名としてはもみ型駆逐艦、理に続いて2代目。 1945年1月17日、浸水。2月9日、神戸川崎造船所内に設置された、梨木総員事務所は、事務を開始。2月15日、フィリピン方面で沈没した最上型重巡洋艦4番艦、熊野より生還した、サコイン直と中尉意が、梨木総員に捕食される。2月20日、日本海軍は六月型駆逐艦11番艦。 も月水雷町、吹雪型駆逐艦区3番艦、初雪水雷町、影げ型駆逐艦地1番艦、影げ水雷町、阿賀野型軽巡洋艦2番艦、野代水雷町等を歴任した高田俊夫少佐をなしぎ総院長に任命する。本館は同年3月15日に春行した。クレチンジュ布石。なしぎ総院事務所は撤去され、高田少佐は 正式になし駆逐艦長となる。主要幹部は、公会長、佐古院直俊中尉法術長、中島純一大尉、水雷長、原田森行大尉。春行3月15日をもって、第11水雷戦隊に配属され、山口県柳井市東方及び南方の瀬戸内海において、訓練に従事した。 燃料事情が悪化しているため、訓練公開は月に数回しか行われず、それもほとんどは、クレより日帰りの短期のものであった。乗組員の連動も不十分だった。同年3月に発動された天一号作戦への参加が予定されていたものの、中止され、同年4月初頭には、柳井市南方の八島白地に移動し、主に停泊訓練を行った。同年5月20日、 駆逐艦2隻は、第11水雷船隊第31船隊所属の、第52駆逐艦隊に編入。第52駆逐艦隊は松型駆逐艦6隻編成となった。第52駆逐艦司令、杉谷長秀大佐は、影ウ型1番艦、影ウと同日、同場所で沈んだ影ウ型3番艦、黒潮沈没時の駆逐艦長である。 第31戦隊機関の秋月型駆地区間13番艦、か月艦長、東秀夫中佐は、かげろう、黒潮と同日、同場所で沈んだカゲロウ型4番艦、親潮沈没時艦長である。5月25日府で、海上停止部隊の所属艦となる。その後も呉軍港空襲等の対空戦闘に従事した。7月1日、第11水雷戦隊司令官は、 高間間少将から松本武史少将省へ交代。同月初頭には、呉れにて、改装工事を受け、回転の搭載、運用能力が追加されている。以後、回転基地の所在する山口県平勢に移動し、同年7月中は、津尾灘での回転の各種訓練に従事した。折からの燃料不足により、第52駆逐隊には十分な燃料の割り当てがなく、リート、 ハギ以外の艦は海岸近くに偽装した上で経流されていた。同年7月15日、第11水雷戦隊は解体。同日府で前月の空襲で損傷したニレが第52駆逐隊から除かれ、損傷した多体の駆逐艦と共に特殊警備、駆逐艦に指定。大艦として松型駆逐艦、カバを編入する。7月26日には、 瀬戸内海西部の山口県リ島沖に移動、第52駆逐隊の他の駆逐艦と合流し、4隻合同訓練を行った。7月28日、リ島北岸沖において停泊中、アメリカ空母機動部隊艦載機の空襲を受ける。早朝から午後にかけて、グラマン海6海戦闘機による複数回の攻撃を受け、艦の各所にロケット弾を被弾。 このうち午後の観光部弾薬庫へ命中した一発により大きな損傷を受け、浸水により傾斜が増大、総員体艦が発令された後、午後2時に転覆沈没した。確認された戦死者は38名、行方不明者を含む犠牲者は60名以上であった。生存者155名は、両館、萩と地元漁民に救助され、萩にて翌日に、 呉に帰還した。那須公会長、佐古い直俊とし隊員は8月8日府で、姉妹館、初桜公会長へ転任、同館公会長として終戦の日を迎えた。那須区逐艦長、高田俊夫少佐は8月10日府で第42、突撃隊特攻長に任命され、8月15日を迎えた。1945年9月15日除籍。なお、平良島では、 毎年7月に、慰霊祭が行われている。1987年10月25日には、李の沈没地点を望む海岸に、慰霊碑が建立され、除幕式が行われた。艦長たちの軍艦誌370から371ページによる。偽装委員長、高田敏夫少佐、1945年2月20日から1945年3月15日駆逐艦長。 高田敏夫少佐、1945年3月15日から1945年8月10日、若葉に搭載された案、SPS-8 広角測定レーダー沈没後の、本館は海底に放置されていたが、同地漁協において本館を引き上げて漁礁とする計画が持ち上がり、大倉省中国財務局に申請があった。1954年9月21日に、 ハイテク鉱材としての利用を目的に付与された。10年近く海中にあったものの、調査の結果状態は良好であったため、北西船舶は防衛庁に売り込みをかけた。同庁では引き上げた業者より購入して、再収益させる計画を立て、回収費約3億4500万円と引き上げ分の費用をかけて修理改装。1956年5月31日、 警備官、若葉として、海上自衛隊に編入。1958年には改めて兵装を装備した上で、乙津型警備官、若葉として、再収役した。このため、李は、海上自衛隊に在籍した、唯一の日本海軍の戦闘艦艇となる。なお、艦名が変更されたのは、梨をひらがなで表記した、蔡の誤解を避けるものとされている。 若葉の名を受け継いだ、日本の艦艇としては、上風型駆逐艦、若葉、初春型駆逐艦三番艦、若葉に次いで三代目となる。若葉は不要した、李の船体の損傷部を修理し、環境を、明けぼの型に準じたものとして新造している。なお、李時代の兵装はすべて撤去された。主に横須賀に配備され、当初は無兵装で、練習。後には、 実験艦としての役割が与えられ、開示艦艇で唯一、アン、SPS-8B 広角測定レーダーを装備するなど、いわゆるレーダーピケット艦的な内容の艦となった。同型艦がないため、運用には苦労したという。1957年1月には、水不足に陥った豊島間に、真水の輸送に当たったほか、1962年8月の、 三宅島噴火の際には避難民の輸送に活躍した。1968年4月、実用実験体に編入され、ソナーや魚雷など新兵器の試験任務に従事した。1970年には、浦賀水道で訓練中に小型タンカーと接触する事故を起こしている。1971年3月31日に、除籍・ 江田島の古沢鉱材に払い下げられ、解体された。本館の復旧にあたっては、民間企業である、北西船舶工業に一度払い下げられていたものを、漁協への権利放棄と。また、状態は、良好とされたものの、長期間海中に使っていた、機関部は念入りにレストアされたにもかかわらず収益後も、凄まじい雑音を発したと伝えられる。さらに引き上げた時点で、 国産護衛艦の建造、収益が開始されていた。このため、本艦は実用性よりも海事が辞任する旧海軍後継組織としての決闘書の意味合いがあったのではとする意見が、当時から現在に至るまで根強く残っている。高森直文著海軍食グルメ物語によると、若葉の補給長は、李の主警兵であったという。李の旧乗組員は、 優先的に若葉に配置されたようであるが、同じ艦なので手機等の習熟訓練保護を考えると合理的でもある。また、若葉では何度か幽霊騒ぎがあったという。若葉から撤去された対空レーダーは練習艦か鳥に流用された。なお、理より修理改装の際に外された全部広格砲と魚雷発射艦は、江田島の海上自衛隊第一十化学校にて、 展示保存されており、現存している。解任者、世界の感染2007年4月号ナンバー 672P45P49 高橋春を、護衛館に生まれ変わった、若葉 P196P197 岡田、雪和、会長型駆逐艦、李、護衛館、若葉に変身 P138P146、カラーフォト、会長型、 離東西の単素合格法と発射管 P111、P118。ありがとうございます。